そう、コオロギの話を実は最近僕ね、コロネ先輩にもしたんよ。コロネ先輩にも。さあ、なんか、おかゆ先輩とさ、僕さ、この間さ、歌枠をやった日あったじゃん。で、あの日ってさ、おかゆ先輩とさ、ずっと一緒にいたわけよ。で、その時にさ、コロネ先輩がさ、コオロギはあんまり味しないよね、みたいな。言ってきて、あ、そっか、あれですもんね、あの、コオロギ先輩、コオロギ先輩。もう燃えちまう。